どうも、くまです。いやー、すっかり秋も深まってもう少しで冬が来ますよね。秋から冬になるとちょっとだけ僕はこだわりたいなっていう風に思うものがあります。それが腕時計です。普段は少し隠れ気味だけど、上着を脱いだ時だったり室内でスッとさりげなく見える腕時計、そんな何気ない小物として僕は腕時計を自分好みだったりちょっとだけこだわりを持ったり感じいいものにしたいなっていう風に思ってます。皆さんはどんな腕時計つけてますか？僕はですね、主に休日に3種類の腕時計使っていて、そのどれもすごく自分なりに気に入ってます。まあ、アップルウォッチなんかも今使ってる方すごく多いですよね。ただ僕はちょっとまだ古い人間なので、シンプルなアナログ腕時計に落ち着いてます。まあ、今日紹介するのは、休みの日に都会だったり野外で過ごす時間にとても入るんじゃないかなっていうふうに思う腕時計です。そんな僕がつけている休日の腕時計3本を今日は紹介していきたいと思います。はい、それでは1本目の腕時計です。1本目の腕時計はこちらです。はい、スントコアディープブラックです。これは散歩だったり屋外でガンガン使うようとして僕は普段身につけてます。もう10年ぐらいこの時計とは付き合ってますね。ちょっと見てください、このベゼル。補修してるので多分これを見た方はめちゃくちゃ汚れてるなっていうふうに思うかもしれません。補修の仕方が下手だなっていうふうに思いますよね。確かにめちゃくちゃ下手ですけど、僕はこのスントをつけて本当に多くのところに行きましたし、僕の相棒でもあると思ってるんですよね。今はもうただアウトドアでガンガン使ったり、近くを散歩するとき用で使用しているので、この補修加減っていうともう全く気にならないですね。これが手にしてすぐ傷ついて補修もこんな感じだったらばっかりですが、10年の愛着とこのいい加減さがいい意味で僕だけの味になってるんじゃないかなっていうふうに思います。このスントコアディープブラックは高度計だったり気圧計、あとは温度機能やコンパス機能なんかもついてるので、すごく幅広い機能でアウトドア用途にはもちろんですし、なんといっても文字盤が大きくて視認性がものすごく高いです。まあ、登山をする方なんかではド定番のアウトドアウォッチですよね。僕はロードバイクなんかに乗るときに使用したりしてますね。やっぱり単純に文字が大きいと走っていたりするときもチラッて見たりして時刻が把握できるのがいいですよね。僕は無難にブラックを選んでしまってますが、スントはアウトドアウォッチらしく本当に様々なカラーリングがあるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ただデメリットとしてはですね、この裏のですね、電池交換が至難の技です。裏側はですね、自身でこれ外せるんですけど、これが本当に硬い。電池交換キットなんかも売ってるんですが、正直500円玉でやるのもそこまで変わらないと思ってます。まあ、1年か2年に一度来るこの電池交換っていうのがすごく大変ですね。ただこのスントは本当に僕気に入ってるので、これからもずっとずっと長く使っていきたいですね。1本目はスントコアディープブラックでした。そして2つ目です。2つ目の僕の休日にしている腕時計はこちらです。G-SHOCK DW5600 のピルグリムコラボモデルです。これはいかにも街映え、タウンユースとして目を引くプロダクトですね。やっぱりアクティブに動くならパッと浮かぶのは僕 G-SHOCK だったりしますね。このモデルは DW5600、 あの映画スピードでキアヌ・リーブスが劇中でつけて一世を風靡したモデルですね。そのモデルを別注したプロダクトです。この G-SHOCK、 タフさはもちろん、マットブラックな配色デザインも感じよく仕上がってます。小さいタイプの G-SHOCK なので、カジュアルさはもちろんありつつも、どこか都会的で洗練された感じが嬉しいですね。文字盤はもちろんライトで発光しますし、ロゴデザインも浮かび上がって、小さいながらもすごくアイコニックなプロダクトだと思います。ワークウェアブランドとして名高いピルグリムですが、そんな歴史と G-SHOCK の先進技術が合わさった、なんともこれいいとこ取りな腕時計だと思います。僕は街で歩く際だったりはこれをつけていくことが多いですね。主にタウンユースで使用しています。僕は結構アウトドアウェアが好きで、ノースフェイスのプライムライトジャケットだったり、アークテリクスのグランビルを背負って出かけることが多いんですが、それとの親和性はすごく高いですね。抜群です。スントでももちろん合うんですけど、よりタウンユースっぽく仕上げてくれるのは僕個人的にはこの G-SHOCK かなというふうに思ってます。ただもちろん耐久性もあるので、街だけでなくフェスだったりちょっとしたアクティブな休日もいい時間を感じさせてくれるプロダクトですね。街も野外も行けますね。ということで2本目はこの G-SHOCK DW5600 のピルグリムコラボモデルでした。はい、そして最後ですね、3つ目です。3つ目の僕が休日で使用している時計はこちらです。はい、ブラウンの AW10 です。
ドイツのメーカーであるブラウン、男性のシェーバーだったり、こういった腕時計、置き時計で有名ですよね。これは僕完全に街で使用しています。タウンユースのみですね。シンプルですが、それゆえ街の景色だったりコーディネートとすっごく調和してくれます。この AW10 は1989年に発表されてから廃盤になるまで15年以上一度もモデルチェンジをされていません。2016年に復刻して今に至るっていう形ですね。僕が気に入ってるのは何といってもこのシンプルな見た目ですね。モノトーンを基調としていながら、ブランドの代名詞であるイエローの秒針がすごくアイコニックですよね。この主張しすぎない雰囲気が静かな満足感をもたらしてくれて、すごく感じいいですよね。やっぱりこういうシンプルなプロダクトって普遍性があって長く使いますし、愛される理由っていうのも分かりますよね。なんていうかノイズがなくてコーディネートを感じよく彩ってくれます。夏とかだったらもう少し主張してもいいのかもしれないんですけど、春だったり秋冬にすごく合いますよね。こういった薄手のレザーベルトもすごく邪魔にならないので、ちょっとしたカジュアルフォーマルなシーンにも使えるかなと僕は思ってます。あとは休日にですね、ジャケットだったりコートなんかにすごく合ってくれますね。親和性が高いです。シンプルで小さめな腕時計なので、全体のスタイリングに全く邪魔にならないところが僕は大好きですね。でこのレザーもですね、味わいがすごく出てくると思うので、これから過ごす時間とともに自分の雰囲気がちょっとずつ出せるように育てていきたいなというふうに思っています。最後はこちらですね、ブラウンの AW10 を紹介しました。はい、というわけで今回はですね、僕が休日にカジュアルに取り回している街や野外で映える腕時計を紹介していきました。僕は個人的にシンプルで見やすくて、時刻が確認できればそれで十分だと思っているので、高級時計だったりテック感あふれるガジェットウォッチっていうのは今のところ僕は必要ないかなっていうふうに思っています。僕は正直時計に全く詳しくないので、こんなにいい時計あるよとか、私はこういうの使ってますよっていうのがありましたら、ぜひコメント欄なんかで教えていただけると嬉しいです。皆さんの使ってる時計ぜひ教えてください。はい、ということでこのクマログ生活の山小屋では、これからもライフスタイルやガジェット、ファッションについて発信をしていきたいと思ってます。今日の動画が参考になったよ、面白かったよっていう方は、ぜひチャンネル登録であったりいいねボタンも押してくれるとすごく嬉しいです。いつもありがとうございます。ということで、また次回のクマログ生活の山小屋でお会いしましょう。バイバイ。